プレイステーション2、プレイステーション2、プレイステーション2、略称、PS2 は、2000年3月4日に発売された、家庭用ゲーム機。発売元は、ソニーコンピュータエンタテインメント、略、す、現、ソニーインタラクティブエンタテインメント。すべての機能が活用されたわけではないが、最先端の使用、DVD を主要なメディアとして採用、サラウンド環境に対応。 インターネットに接続できるハードディスクを搭載可能等を集約し、極端にマルチメディア化を推し進め、1990年代までの家庭用ゲーム機の枠を打ち破った上、21世紀に出現するマルチメディアプラットフォームとしてのゲーム機のプロトタイプとなった。発売前からアーケードゲーム並みのグラフィックの美しさと当時は 高価な専用プレイヤーが必要とされた DVD 再生機能の搭載に関して全世界的に大きな注目を集めており、さらなる次世代ゲーム機が登場した2000年代、中盤までは世界一位の人気を誇っていた。PlayStation PS の次世代機として開発された。1999年9月13日に、菅発売日と写真、 39,800円の標準価格を決定させ、9月14日の朝日新聞に掲載された。日本では日付の頃に合わせて2000年、平成12年3月4日に発売開始となり、発売から3日で98万台の販売台数を記録した。また、2001年10月には全世界累計出荷台数が2000万台を突破。 2005年11月には全世界で1億台の生産出荷台数を記録している。なお、使用部品の性能の高さと安価性から、兵器転用の恐れがあるとして、バッセナーアレンジメントで輸出規制の対象となり、発売当初に話題となった。PS と同様、プレステニア、プレニなどと略されることも多いが、CM や自社製品内での記載では一貫して、PS に、 PS2 としている。ソフトのパッケージは DVD のトールケースと似た形をしていて、ジャケット表面の上部に PlayStation とロゴが入っている。またソフトが2枚組のものでも1つのトールケースに収められているものがく連動していたソフトは単品でもプレイが可能だが別のソフトとして扱われている。例、ゼノサーガ、ミクニムソーモンスターハンター等。 またゲームショップの一部では、トールケースのジャケットに似たパンフレットやソフトの体験版なども期間限定ながら無料で配布していた。ソフトのパッケージには年齢区分マークとコンテンツアイコンが表示されていて、対象年齢を決定して根拠となる表現を示しているが、ソフトの内容が説明されているものではない。発売当初の外観は、 PS の本体やコントローラのデザインバイオシリーズのネーミングロゴデザイン、一部本体デザインなどを手掛けた後藤定優により地球から宇宙へのメッセージを発信するイハコ・モノリスをイメージして作られている。極めて直線的な形によって従来の家庭用ゲーム機に多い横置きと発売時点では他には PCFX くらいしか例がない縦置きができるようになっている。 発売前の CM には、水泳をしている少年同士が PS2 を縦置きと横置きのどちらで設置するか話し合うというものも存在した。なお、縦置きの際には点灯防止のため専用スタンド、別売を併用することが推奨されている。起動画面は、青い煙の上に、透明の立方体と緑、赤、桃、青の光、コントローラーのの色でもあるが浮かび、 ソニーコンピューターエンターテインメントと表示され、画面が回転しながら煙の中に入っていくというもの。ゲームを起動するたびにメモリーカードに起動回数が記録されるようになっており、回数に応じて青い煙の中に立つ柱の数が増加するようにっている。PS3 の画面のインターフェースを担当した平松修司によると、一般家庭の使用状況下において PS3 の発売時期に 画面いっぱいに柱が立つようになっているとのこと。1990年代のグラフィックワークステーション並みの性能を備えたため、CG 映画には遥かに劣るが、ゲームとしては見応えのある写実的な表現が可能になった。ムービー詐欺などとまで呼ばれていた、ムービーとゲーム中のグラフィックの格差も格段に減った。プレイステーション2号。 アーケードゲームから家庭用ゲームへとグラフィックの進化の主役が移った。例、ネオゲオオンラインコレクション、セガエイッチス2500シリーズ、俺たちゲー専属などが人気作の中でも多くの種類が見られる。DVD ロムドライブを搭載し、USB や IEE1394、iLink 端子といったパソコンと同じインターフェースも備える。USB 端子はキーボードや USB マイクを利用したゲームなどに使用された。逆に USB 端子以外の使用頻度が低い端子は本体の型番が上がるにつれて削除される傾向があったバリエーションを参照。グラフィックスシンセは 4MB の DRAM をチップ内に形成している。従来はロンリー LSI と DRAM を同一チップ上に形成するのは製造プロセスの違いから難しいとされており、 当時としては大容量の d r a m を用いた d r a m サイ LSI の先駆け的存在となった。ベレムコンサイ d r a m のバス幅を2560ビットにすることで 48GBS という発売時期からすれば蒸気を一視したメモリ帯域を実現している。コントローラーは振動が伝わる機能に加えボタンを押す加減で微妙なコントロールができる。 ベレムの帯域は次世代機のプレイステーション3、PS3 と比較しても約2倍広く PS3 のベレムのバス幅は1 2 8ビットでメモリ帯域は 22.4GBS アルファブレンドのようなベレム上の大量のピクセルの値変更する処理においては PS3 よりも優れている GPU にプログラマブルシェーダーが搭載されていないため 非常に高速なベレムの速度を活用し、半透明テクスチャを大量に重ね描きすることにより、性的なシェーダーや特殊効果を実装するメーカーが多かった。ただし、依然として固定機能シェーダーだったため、独自作成のエフェクト処理一つに多数のポリゴンを使用することになり、スペックと比較して、モデリングに用いられるポリゴン表示数は大幅に減少した。対して、 後に現れるプログラマブルシェーダーでは1ポリゴンのみで独自作成のエフェクトをかけられる。このようなハードウェアの得意な構成により、ハードウェアの研究とソフトウェアの工夫によっては、他社製のハードウェアでは実現できない特殊な処理が可能となった。その反面、得意なハードウェアを活かすために常にソフトウェア側に工夫が必要とされるため、開発が全体的に難しくなり、 ソフトウェアの移植性に劣り、開発で得たノウハウが直接他のハードウェアで使えないという欠点があった。2000年の発売開始当時、すでに世界での出荷台数の累計が7000万台を超えていた PS 用のソフトウェアのほとんどをそのままプレイできるという介護完成はゲーム機として画期的であった。PS のユーザーは PS のゲームソフト資産がそのまま引き継げること。 新規ユーザーは PS にだけ購入すれば PS 用ソフトも購入して遊べることゲーム開発者は PS 用ソフトを引き続き制作してもソフトウェアの売り上げに響かないなど大きな利点があったソフト開発が難しい仕様である上当初は十分な開発ツールが提供されなかったため良質なゲームソフトが出揃うまで時間がかかりここでも互換性は大きな意味を持った この成功により、他社のゲーム機にも互換性が取り入れられるようになっていった。もともとセガは、SG-1000、セガマーク E の時に互換性を取ったが、当時の強者だった、ニンテンドーが、ファミリーコンピータ、スーパーファミコンの時に互換性を取らなかったので、ゲーム機は互換性を取らないものという認識が一般化していた。また、PS 用ソフトに対して、 以下の2点でパフォーマンスを強化することが可能である。これらのモードを使用している場合は、サポート対象外であり、動作に問題が生じる場合がある。本体の電源を切ったりリセットしたりするたび、設定の変更は解除されるようになっている。メモリーカードスロットにも互換性があり、PS 用メモリーカードを直接使用できる。PS2 用メモリーカード、8、MB、にも、 ブラウザによって PS 用のセーブデータをコピーすることができ、バックアップとして保存できる。ただし PS 用ソフトを起動している時には p s に用メモリーカード 8MB にはアクセスすることはできない。また、メモリーカードの読み書きを高速化する機能も案としてあったが、技術的には十分可能。読み書き速度に依存したソフトが多いことを理由に採用されなかった。 ただし、正常に動作しない PS 用ソフトもごく一部存在する。PS2 を D 端子ケーブルやコンポーネント端子ケーブルで接続した場合、PS 用ソフトは一般的な映像フォーマットではない 240p、解像度720-240プログレッシブで出力されるため、接続したモニターによっては信号に対応せず、ゲーム画面が乱れたり、全く出力されなかったりすることがある。 上記の通り本機の光学ドライブは DVD ロムにも対応しており DVD ビデオの再生機能が搭載されている DVD ビデオの普及機に単なるゲーム機ではなく DVD プレイヤーとして活用できるゲーム機として登場したことは DVD の普及に大きな弾みをつけることとなった特に話題作マトリックスの DVD ソフトは国内では PS2 と同時期に発売され 相乗効果となり、普及に貢献した。また、発売当初の39,800円という、メーカー希望小売価格は既存の DVD プレイヤーと、比べて、格段に安く、当時の標準的な DVD プレイヤーは10万円前後、格安モデルでも6万円程度、DVD プレイヤーの低価格化の引付契約となった。ゲームソフトにおいては、CD-ROM が採用されたのは、 初期のものがほとんどであり、ゲームデータの複雑化、大容量化に伴って、大多数のソフトが DVD ロムでの供給となっている。また、片面一層の DVD ロムでは間に合わず二層ディスクや、複数枚のディスクを採用したソフトもある。多くの DVD プレイヤーや、DVD レコーダーが対応している MP3 には、対応していない。 2006年11月に次世代機である PS3 が発売された後もしばらくはテレビゲーム市場の一角を占めていた。例えば2007年の北米における年末商戦では PS3 が120万台 PS2 が130万台を売り上げてた。有服層が PC ゲームへと移行する中比較的貧困層向けのビデオゲームの売れ行きが良く、 特に発売から年数が経過し購入しやすい価格となった PS2 は人気であった。また、この頃よりゲームソフトのマルチプラットフォーム化が進んで大手メーカーのソフトが PS2 を含めた多機種で発売される場合もあった。PS3 の初期モデルには PS2 のプロセッサを内蔵する形で PS2 互換機能が搭載されていたが、 コストダウンを最優先する姿勢から2007年秋に発売された新型 PS3 からは PS2 互換機能が廃止された。そのため2009年頃までは多くのメーカーが PS2PS3 双方でソフトをリリースしていたが映像出力等のパフォーマンスの違いを除けば操作方法を含めて両者はほとんど同じソフトであった。ソフトによっては Xbox 360や Wii、PlayStation Portable、PSP でも発売されるため、合計5ハードで一つのソフトが発売されることもあった。2008年に入ると、次世代機である PS3 や Wii の普及、さらに日本の家庭用ゲーム市場が、携帯ゲーム機中心にシフトした影響で、日本での全ゲームソフトに占める PS2 ソフトの販売割合は10%未満で、 減少した。なお、スは、同年7月発売の、ラチェットクランク5撃突。ドデカ銀河のミリミリ軍団、PSP からの移植を最後に、新作 p s に用ソフトを発売していない。PSN でも p s に向けの情報は、基本的に配信されていない。シェアの衰退に伴い新作ソフト数が減少する中、恋愛ゲームや萌えを意識した内容の作品は、 PS2 に残留していたが、2009年には次世代内視携帯ハードへの移行、もしくはマルチ展開を行うソフトが出始め、年内にほとんどのタイトルが移行した。女性向けの乙女ゲームは2009年まで PS2 単独で展開するソフトがほとんどだったが、2010年に入ると次世代内視携帯ハードや PC への移行、もしくはマルチ展開を行うソフトが出始め、 年内にほとんどのタイトルが移行した。日本をはじめアメリカやヨーロッパなどの先進国では PS3 が主流となったがゲームが楽しめる上に DVD プレイヤーとしても使えること、DVD そのものが依然として主流であること、主要国ではそれらが枯れた企画としての手軽さなどから東南アジアや中東などの新興国で売り上げを伸ばしており、 2011年1月には全世界での販売台数が1億5000万台を突破した。現在、世界一売れたゲーム機である。ヨーロッパでは2010年に PS2 を内蔵したソニーの液晶テレビ、プロビア KDL22PX300 が販売されている。日本では2012年から PS2 用ソフトは、廉価版を含めて全く発売されなかった。 そして、2012年12月28日をもって、日本国内における本体、SCP-9 h 万の出荷が完了した、ことが湿地より発表れた。海外市場でも、完全に生産が終了したことが2013年1月4日に、ーシザワルディアンで報道された。2013年3月27日に、最後の新作ソフト、 ファイナルファンタジークサやドゥリンの魔境、スクウェアエニックスが発売され、また2016年3月31日23時、JST をもって、f f x の PS2 でのサースが終了した。初代のファイナルファンタジークサイと同日発売で、同じくオンライン専用ソフトだった、信長の野望オンラインも2014年で、オンラインサービスを終了。 PS3 版および PS4 版に移行しているため、日本市場での PS2 は明日とも完全に歴史の幕を下ろすこととなった。新作ソフトの発売は2000年3月4日の PS2 の発売から13年間も続き、家庭用ゲーム機ではネオジオ、ゲームボーイに次ぐ長寿ハードとなった。2012年7月より、ゲームアーカイブスで PS2 タイトルの配信が開始された。 なお、2014年3月31日には、SCPH-5 万 MBNH 及び9万シリーズを除く機種で、2015年3月31日には、SCPH-5 万 MBNH の修理等のアフターサービスの受付が終了し、2018年8月31日には、最終モデルである SC、SCPH-9 万の修理の受付を、 終了し、ハードウェアの修理も困難になった。すが、発表時に用いる台数は小売店に引き渡された数字のため、本校では登記上正当な出荷台数で表記する。日本でのみ発売されたモデル。シリーズで唯一 PC カードスロットが搭載されている。消費電力は約 50WSCPH-18000 には分解防止のシールが貼られている。 以降の型番も同様。北米、欧州モデルに先行して搭載された拡張、エクスパンション米を搭載し、世界統一仕様となったモデル。消費電力が 39W、SCPH-35000 は 47W、SCPH-3000 は 39W と 47W が、両方存在するに低下し、 EE と GS の0.18マイクロメートルへのシュリンクと通気口の改善が行われたがファンの回転数は増え騒音は増加した内部的にもハードディスクの接続を見越した部分があるハードウェア側ではアクセスランプの内蔵ソフトウェア側では拡張米部分のドライバを内蔵しておりプラシャンブユニット使用時にメモリーカードにドライバをインストールする必要がない i イリンク端子が削除。これにより、グランツーリシモ 3A スペックなどで、i イリンク端子を使用することによってできた対戦が不可能となった。また、リモコン時効部が内蔵され、DVD プレイヤー機能が強化されている。新たに放送箱には、DVD ドライブの対応メディア、5万系の場合は、DVD-R、DVD-RW、DVD-R、DVD-RW DVD に、 対応が表記されるようになった。本体が軽量化、薄型化、本体サイズ、約 301mm78mm182mm、mm mm、約 23028152mm、幅高さ奥行き、重量、約 2.0kg 約 900g された。シリーズで唯一電源供給が内蔵ではなく、AC アダプター経由である。 後期の型番のハードでは正常に動作しない PS、PS に用ソフトが存在するなどの問題点も存在した。封印シールは最初は本体背面に貼られていたが、後に底面のネジ蓋のある場所に変更。本体形状の変更により、SCP-5 h 万 K 以前に発売された周辺機器の一部は使用できなくなった。 プレイステーション BB ユニットに非対応となり、イーサネット端子は内蔵されたが、HDD の搭載はできない。プレイステーション BB 対応ソフトのうち、アダプタのみを必要とするソフトは引き続き使用可能。機能は、S、SCP-7000 系とほぼ同じで、周辺機器も同じものが使用できる。消費電力は、約 35W、本体のサイズは、 SCP-70K h とほぼ同じだが PS2 のデザイン上の特徴であったデコボコ状の溝がぶくりシンプルな外装となった。PlayStation BB ユニット発売前の HDD ユニット2001年7月19日発売に同梱された HDD ユーティリティディスクを使うことでブラウザ 2.00CD プレイヤー 1.30にアップデートすることができる。などの変更点がある。ただし、HDD ユーティリティディスクは、後継の PlayStation BB ナビゲーターの展開に伴い、販売が停止された上、ブラウザのバージョンが1、XX 台で上がっている PS2 自体の新モデルが発売されているため、バージョンの数字の大きさと、新旧関係は一致しない。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。